デビット・バーリーは、イギリスの陸上競技選手、貴族、政治家。就職後の本名は、第6代エクセター公爵、デビット・ジョージ・ブラウンロー・セシルで、上記の名乗りは、爵位継承前の儀礼称号を、バーリー教から取ったもの。仮名は、バーリーではなく、セシルである。リンカンシャーシー・スタンフォードに、第5代エクセター公爵ウィリアム・セシルの息子として、生まれ、イートン校。 スイスのアンスティチュレロージー、そしてモードリンカレッジで学ぶ。バーリーはパブリックスクール時代、そして学生時代は非常に名の通った陸上選手であった。英国トリプル A 選手権の120ヤード層で1929年から3連覇、440ヤードハードルでは1926年から3連覇、さらに1930年からも3連覇を果たしている。 バーリーが最初にオリンピックの舞台に立ったのは1924年パリオリンピックであった。110メートルハードルに出場したバーリーであったが予選を突破することができなかった。バーリーは1928年アムステルダムオリンピックに連続出場を果たす。110メートルハードルは前回に引き続き準決勝で敗退したものの400メートルハードルでは アメリカのフランク・クーヘル、モーガン・テイラーを破り金メダルを獲得した。さらにバーリーは1930年に開催された大英帝国競技大会でも120ヤード、440ヤードの2つのハードル種目と4400メートルリレーで金メダルを獲得した。バーリーは1931年に会議員に選出される。 翌年のロサンゼルスオリンピックには議会を欠席し、出場400メートルハードルでは5位に終わったものの、4400メートルリレーでは銀メダルを獲得した。バーリーは、その後、英国陸連の会長を40年間務め、1946年から30年間、国際陸連の会長の職を務める。国際オリンピック委員の職に48年、 さらに1948年ロンドンオリンピックの組織委員長を務めた。1956年、父の死を受けて第6代エクセーター公爵となる。デビットは2度結婚し、最初の結婚で生まれた長男の他4人の娘を儲けた。1981年のデビットの死後、エクセーター公爵位は弟のウィリアムが継承した。ありがとうございます。